キャッシュカード、キャッシュカード、または ATM カード、ATM カード、バンクカード、バンクカードは金融機関が口座開設者に発行するカードで ATM を操作する際の本人確認に供する。幅広く普及した次期ストライプカードと安全性を高めた IC カードがある。電算化が行われる以前より日本においては預金通帳を介した取引が行われ、 預金払い戻しの意思確認は、届出印の夏印によっているが、勘定処理の電算化、オンライン化により、口座開設者が自ら現金自動支払い機、CD を操作して、預金の引き出を行う装置が可能になり、その際に認証に用いる媒体として、預金通帳と届出印に変えて、キャッシュカードと暗証日記が登場した。最初期のキャッシュカードは、 カードに参考したパンチカードに近いものであった。1960年代以降、次期ストライプカード挿入と4桁の暗証番号の打鍵で認証を行う方式は、現在最も普及している。取引内容も当初の預金払い戻しに加えて、預け入れ、振込み、定期預金の預け入れ、宝くじ購入など範囲が広がってきた。一方で、犯罪に用いられる技術も、 コードになり、第三者がスキミングで偽造カードを作出して、預金を不正に引き出す事例も増えている。これに対抗するために、カードに暗証番号を記録しない、偽造の困難な IC カードへの移行、生体認証の導入が図られている。近似、キャッシュカードを取引証としても用い、預金通帳を省略した預金口座も、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、 三井住友信託銀行、新生銀行、リソナ銀行などで開設できる。一部を除く日本の銀行のキャッシュカードは J デビット、J デベットシステムによるデビットカードとしての使用が可能であり、銀行口座の残高をもって J デベット加盟店での決済に利用できる。通常、発行には申し込みから1週間から2週間程度、クレジットカード一体型は、 クレジット部分の発行審査を含めて1ヶ月前後、内誌はそれ以上かかり、簡易書き留め U メール等で送付される。金融機関によっては、普通預金のみのカードなど、一部のカードについては、申し込みのその場で受け取ることができるサービスを提供する場合もある。近年では、地方銀行や、大日銀などでも発行するケースが見られるようになってきたが、窓口に在庫のある白カードに、 直ストライプや IC チップにデータを書き込んで、懸命に口座番号等をプリントするエンボスレスカードが発行できるシステムを以前に比べて導入しやすくなったこと等が挙げられる。なお、生体認証対応の IC 付きカードが即時発行できる場合は、その場で生体認証も同時に登録できるケースもある。このケースでは、金融機関によっては即時発行する。 キャッシュカードへ生体認証を登録することにより、印鑑に代わって本人確認を行う形になっている。一般的に幅 85.60mm、高さ 53.98mm、厚さ 0.76mm サイズのプラスチック製で、これは ISO、ISO、IEC7810 や JIS、JISX6301 によって規定されている。 カードサイズである。口座番号や氏名の文字がエンボス加工されて刻印されている。現在普及しているキャッシュカードはプラスチックに磁気体をつけた磁気ストライプカードとさらに IC チップを搭載した IC チップ内蔵カードがある。2010年代になると発行する金融機関の銀行名や統一金融機関コードなどに由来する展示がエンボスされた。 キャッシュカードも登場するようになっている。プラスチックの本体に刻印を施し、磁気ストライプをつけて、口座番号等の情報を磁気情報で記録したもの。ATM では記録された磁気情報のみを用いて手続きを行う。強い磁気にさらされると、磁気情報が破損して使用できなくなることがある。この磁気情報は、他のカードリーダー等で読み書きすることが可能であり。 神聖なキャッシュカードの情報を取り出して他の土に記録することで ATM から見て神聖なカードと見分けのつかない偽造カードを作り出し現金を引き出すという犯罪が行われた。この偽造カードに対抗するために IC キャッシュカードが開発された。日本とアメリカ合衆国を含めた諸外国とではキャッシュカードなど金融取引に使われるカードの直縁コードの方式が異なる。 JISX6302 では、リメンジキ、ストライプカード、JISI 型用のエンコード方式と、表面ジキ、ストライプカード、JISE 型用のエンコード方式を規定している。JISI 型用の方式は ISO、IEC7811 と一致しており、クレジットカードや国際航空運送協会、IATA 加盟の航空会社の会員カードに採用されている。 ジス EE が対応の方式は日本独自の規格であり日本の銀行キャッシュカードに採用されている。国内金融機関の ATM で両方に対応するものは従前は外国銀行またはゆうちょ銀行が設置する ATM しかなかった。コンビニ ATM ではセブン銀行 ATM が両方の次気エンコードに対応するクレジットカード及び IC キャッシュカード対応し、 他の ATM でも徐々に対応するのが多くなってきた。蒸気の磁気ストライプカードの本体に、さらに IC チップを搭載して、機能と安全性を高めたもの。安全性を高めるため磁気ストライプを搭載せず、IC チップのみを搭載したカードも存在するが、利用上の制約も多いため、本格的な普及には至っていない。カードごとに異なる鍵情報を、 IC チップ内に内蔵し、この鍵を用いて ATM と暗号通信を行う機能を持つ。カード内の暗号鍵そのものが外部とやり取りされるわけではないので、同じ情報を持つ偽造カードを作出することは困難である。ただしリバースエンジニアリング等の手法により、メモリ内の暗号鍵が直接読み出された場合、現時点ではタイタンパー,ー機能や計算量的にできないとされるや、 通信内容から暗号鍵を推測された場合には複製も可能となる。物理的、電気的に IC チップが破壊されると使用できなくなる。日本国内用の IC キャッシュカードについては、一般社団法人全国銀行協会が策定した接触型 IC チップの方式を原則として採用している。上記の IC チップ内蔵カードに生体認証に用いる情報を 追加記録したものである。ATM で用いられる生体認証として、手のひらの静脈パターンを読み取る方法と、指の静脈パターンを読み取る方法の2種類が採用されている。ATM は、挿入されたカード本体と与えられる認証情報等を用いて、目前の人物が当該講座開設者か否かを確認する。盗難カードの使用、偽造カードの作成と使用、 暗証番号の入手や推測などの手段を用いて、第三者が ATM を欺いて不正に、口座取引、なかんづく預金払い戻しやた口座への振り込みの操作を行うことが可能である。これを防ぐために IC カード化や生体認証の導入などの対策が図られる。磁気カードや生体認証を用いない IC カードでは、第三者が申請カードと暗証番号を入手して、 不正操作を行うことが可能である。カードの盗難について、金融機関側は暗証番号の漏えいがなければ依然、安全であるとして、青年月日等他の情報から容易に推測される番号を避けること、また、適宜暗証番号を変更するなどの対策を呼びかけた。また、2004年秋より ATM で1日に取引できる限度額を順次下げて、 被害が大きくなるのを防ぐとした。ことに、磁気カードでは、同一形式のカードが、銀行オンラインシステム以外にも用いられるようになると、共にカードリーダー等の機器の入手も容易となり、キャッシュカードの磁気体の情報を読み取ったり、偽造カードを作成することも困難ではなくなってきた。認証に関わる磁気情報がすべて露出しているのに加えて、 その情報を別のカードに記録することも容易であることからスキミングによる偽造カードの作出とそれを使用した不正操作が社会問題となったカードの盗難では被害に気づいたらすぐに届け出て口座やカードを凍結できるがスキミングではカードそのものは本人の手元にあるため通帳への記帳や利用明細をチェックするまで被害あったことに気づかない他 生体認証カードでは1日の引き出し限度額が最大で20倍程度になる点を悪用し特殊詐欺の手段として生体認証カードを作らせて現金を騙し取る例が東京都内で多発している銀行並びにコンビニに設置されている ATM には監視カメラが失き連えられておりカードの不正使用に際しては要望を記録に取られるリスクがあるしかし 小売店のレジ等には監視カメラがないことが珍しく、なく、記録を取られるリスクなく不正使用が可能となる。ただし、顔形の特徴点をいかに高精度に記録できる防犯カメラが設置されて言うとも、顔面の一部、または全体や身体的特徴を違和感なく隠蔽する手段は、複数考えられるため、一定の効果は期待できるが、いわゆるプロによる犯行を阻止。 あるいは謙虚の手がかりとするには十分とは言えないとする見方もできる。同時に小売店のポス端末等のセキュリティに関しては問題が指摘されている。盗難カードや偽造カードを用いた不正引き出しを防止するための対策が取られている。一方で実際に発生した不正使用とそれに伴う被害の保障についてはようやく対応が取られるようになってきた。 磁気カード対応の ATM は、コンビニエンスストア設置のものも含めて、すでに多数が配置されており、IC カードへの切り替えや、生体認証方式の導入には時間と費用がかかることから、下記のような対策が取られている。暗証番号の漏洩を防いだり、ATM の利用方法を制限するために、以下に挙げる対策が取られている。金融機関によっては、 不正支払いをより抑止するためにキャッシュカードを発行せず、口座開設店において対面での手続きのみを行う預金口座を取り扱い開始したところもある。磁気カードでは前日のように同じ情報を持つカードを複製することが容易であるが、IC カードは原理的に同じ情報を持つカードを複製することは不可能とされており、切り替えが行われている。 暗証番号による認証方式は暗証番号の情報そのものが個人から独立しているものであり、講座開設者本人の不注意やソーシャルエンジニアリングによって漏えいし、第三者にわたる可能性がある。生体認証では本人の肉体の特徴に由来する情報を認証に用いることで、第三者によるなりスマッシュを防止する効果が期待される。 日本における盗難カードや偽造カードの被害については、預金者保護法施行、2006年2月10日施行の前後で対応が大きく変わる。金融機関は、挿入された時期カードに記録された情報と入力された暗証番号を正規のものと認めていった払い戻しについて、結果に責任を負わないとするカード利用規定をてに、 本来の口座開設者の重ねての預金払い出しを拒む。しかし偽造カードによる不正引き出しが増加し、社会問題化していることから、預金者保護法が制定、施行された。預金者保護法は、不正払い戻しに対する民法第478条の適用を除外し、預金を保障する規定である。同法の下では、盗難カードや偽造カードなどで預金が不正に、 払い出された場合であっても、金融機関が善意かつ無過失であって、かつ預金者本人に重大な過失があることを、金融機関が証明した場合を除き、預金は全額保証される。なお、預金者本人の重過失とは、暗証番号を故意に他人に教えたり、カード表面に暗証番号を記入したりした場合を指す。ただし、同法が適用されるのは、 個人の口座に限り、また、盗難カードや偽造カードによる被害に限定される。法人の口座や盗難通帳による被害は対象外である。また、盗難カードや偽造カードをデビットカードとして使用した場合も同法の範囲外である。アメリカの銀行では、五十ドル保護法という銀行が実施する預金者保護があり、預金が不正に引き出されても二日以内に銀行に 連絡すれば面積金額の50ドルを超えた分は全額保証される。イギリスでも同様に預金者を保護する50ポンド保護法が存在している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。